大阪府立堺西高等学校は、大阪府堺市南区にある普通科の公立高等学校。堺市の南部、仙北ニュータウン津賀地区に立地する高等学校である。全日制普通科を設置する。2010年度より、体育、芸術の専門コースを設置し、希望者は2.3年で、 体育や芸術に関する科目を多く履修することが可能となるカリキュラムが組まれている。旧制堺市立高等女学校、旧制堺市立モズ高等女学校の2校が前身校として位置づけられている。学校では、堺市立高等女学校の前身である、堺女子手芸学校が創立した1907年を創立年としている。 1978年までは、堺市立堺高等学校だったが、1979年に堺市から大阪府に移管されて、大阪府立堺西高等学校となった。旧制堺市立高等女学校は1907年、堺女子手芸学校として、堺市社の町一町に創立した。1918年に、堺市立実家高等女学校に改編され、 さらに1924年に、堺市立高等女学校へ改編した後、1927年には、堺市耳原町1392番地に移転した。一方で、旧正堺市立モーズ高等女学校は1943年、堺市モズ赤旗町に創立した。発足当初は、国民学校高等科2年修了者を、 入学対象とした2年生の公主学校だった。金岡、浜寺、大鳥、深井の4実践女学校を統合し発展させる形で設置され、最初の1年間は、モズ実践女学校を併設していた。1946年に3年生、高等女学校に改編されている。1948年の学生改革に伴い、 堺市立高等女学校は1949年3月に廃校となり、在校生は大阪府立三国岡高等学校、大阪府立泉美高等学校へ転学した。いわゆる高校3原則による男女教学の導入により、1948年の新生高等学校発足当初、府立堺中学校、府立堺高等女学校、 堺市立高等女学校の3校で生徒交流を行って3校を男女共学にする予定だった。しかし、当時不立校と私立校の間に学校格差があったことを背景に生徒交流作業が進まず、堺中学校から堺市立高等女学校に移ることになった男子生徒が強く拒否するなどして紛糾した。最終的には、 堺市立高等女学校の校長が同校を廃校にする決断を行い、不立校2校での生徒交流となった。旧堺市立高等女学校敷地は、新生堺市立第4中学校及び堺市立第5中学校の2校が仮校舎として使用することになった。一方で、堺市立モズ高等女学校は、新生堺市立モズ高等学校へ改編され、 堺市立工業高等学校敷地内に移転した。モズ高等学校は理由は不明とされているものの、近隣校の生徒交流による男女教学化の対象にはならなかった。手続き上は堺工業高校との同居で男女教学にするという名目としたものの、実際には学校関係者の希望などもあり、モズ高等学校は女子校として運営されることになった。 大阪府で男女別学の公立高等学校は、モズ高等学校が当時唯一だった。堺市立新生中学校は、その後、正式なコーチが決定して移転し、旧堺市立高等女学校コーチから退去した。このことに伴い、1949年12月以降堺市立モズ高等学校が、旧正堺市立高等女学校敷地を使用することになった。 旧制堺市立高等女学校、旧制堺市立モズ高等女学校の2校は、直接的に合併しているわけではないが、高知を継承したことや同窓会が合併したことなどから、学校園各種の上では2校とも、大阪府立堺西高等学校の前進校として、扱われている。堺市立モズ高等学校は1951年、 堺市立堺高等学校へ改称している。なお、2008年創立の堺市立堺高等学校は同じ名称を使用しているが、同校とは学校遠隔市場の直接のつながりや連続性はない。1970年代になり、大阪府立高校への移管方針が浮上し、具体化した。移管構想には、以下のような堺市や大阪府の事情があった。 これらの条件が重なり、大阪府へ移管されることとなった。九百七十五年に仙北ニュータウンの現在地へ移転した後、九百七十九年一月一日付で、府立高校として移管され、大阪府立堺西高等学校に改編された。また長らく女子校として運営していたが、大阪府への移管直前の九百七十六年、入学生より学年進行で、 男女共学を実施している。移転前の旧敷地には、堺市立良西中学校が移転している。ありがとうございます。